増えていく。ここからは時間外労働です。時間による縛り。さっきまでは自ら知力を制限していたのか。私の術式は対象を線分した時7対3の比率の点を強制的に弱点とするものです。そしてこの術式は生物以外にも有効です。この呪霊の払い方、現時点で考えうるのは一つ。呪霊の呪力が尽きるまでダメージを与え続ける。二つ目は全身を一撃で粉々にする。頭角呪法ガラガラ。まさか破壊した対象に呪力を込める拡張術式、相打ち覚悟の広域攻撃。お互い生きていたらまた会いましょう。